る間に。枕の中で薄い頬笑みを浮かべて眠っている夢を見ていた。目覚めればベッドで名も知らぬ女と朝を迎えた俺は心のわびしゅさにお前を気持ちが前より強くなる。時が癒してくれるのをいつまで待てばいい。張り裂けそうな胸の痛みが走る。取り残された俺を助け出してくれ。です。
一面レモンです。そしてこちらは対岸は大三島になります。愛媛県です。橋は、多々良大橋。今日は特に風が強いので波立ってますね。瀬戸内海にしては非常に珍しいです。だいたいこちらの海岸線沿いに、ずっとレモン畑であったりとか発作とか、柑橘類系の、畑が見えます。